僕のヒーローアカデミーワンズジャスティス追体験することができるよ。次受け継がれたのは始めよう。よく来たな、緑谷少年。チュートリアルその2ってやつだ。ここでは小技テクニックを学んでいくぜ。さあ、すべての操作を試してみるんだ。知りたがりってのも嫌いじゃないぜ、この欲張り少年め。そういえば、お師匠にも聞いてばかりで、自分で考えろの一点張りでいつもボコボコにって、まあ、この話はいいか。さあ、超えていこうぜ。貫く太陽切り込む。うわあ、みんな、蹴る。せきよ、これだ。デンタ、乗ってきたじゃないか少年。いい感じ。プルスウルトラゲージを貯めてプルスウルトラ1を打ってみようか。打ち込むときはケツの穴ぐっと引き締めてこう叫ぶのさ。スマッシュ。ここからだだだだだ、叩きつける。グッジョブだ少年。お次はプルスウルトラ2だ。ウルスウルトラゲージを貯めて打ち込んでみようか。開かない。押していけ。今の僕の力を。ひねり出せ力を。オーマイグッネスだぜ少年。プルスウルトラゲージを貯めてサイドキックプルスウルトラを放て。頼むで。任せろ、とっておきの裏技だ。もっと早く。頼むで。こんだけの量ならせい。オーケーオーケー、最後の仕上げだ。プルスウルトラゲージを貯めてプルスウルトラオールを決めるんだ。ラチが開かない。スキヤー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 。足はとか押していく。じゃあこれだ。みんな動き出そう。了解。これまでの成果を。す
全ての技を習得できたみたいだな。最後の実戦といこう。緑谷少年のプルスウルトラを見せてくれ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。ラツが開かない。足技だ。僕らは本気だ。ここから。仕上げだな。決めに行くよ。今の僕の力を。ひねり出せ力を。それやってやるぞ。どりゃ。ゴールなのか。いいぞ、こっち掴んできてる。アメージング。ニューストーリー。受け継がれたのは爆豪を救出し帰宅したんだが、クソ親父がさ。始めよう。爆豪救出を達成した俺たちは上の区から半日以上かけて家路をたどった。オールマイトが本当にもう前線に立てなくなったのならナンバーワンの地位は。上の区のニュースでなんかすごいこと起きてるわ。ショート、お見舞いから連絡返してくんないわで心配してたよ。おかえり。お父さん、ちょっと前に帰ってきてね。様子見てくんないかな。おい、家ごと壊す気かよ。ショートか。少し付き合え、話をしよう。ファイナルラウンド、レディー。やつの件、お前も知っていると思うが、こんな形で認めてたまるか。認めるわけにはいかんのだ。次は君だ。お前が犯罪者、継承。ふざけるな。なぜ、もう今までの絶対に倒れない平和の象徴はいない。俺は、やつ連合はこれから勢力を拡大していく。抑圧がなくなろうとしている今、連合以外の勢力が動き、ボートラに行きやすく、今後ヒーロー社会全体を揺るがす大事件が起こる可能性だってある。俺はフルトラ姿を。立ち止まるわけにはいかねえんだ。アメージング。ニューストーリー。やつ、いや、クソ親父はいつも通り一方的に話すだけだった。単純に感情が暴発していただけなのかもしれない。でも今思えば、親父は親父なりに考え始めていたのかもしれない。俺も俺なりのやり方で。
夢のために無茶をしてきた僕、夢のために無茶をしてきた僕、お母さんが心配するのはどうぞ。始めよう。神の事件を受けて雄英は生徒をより強固に守り育てるため全寮制の導入を進めることとなった。雄英教師たちは各家庭へ全寮制導入の承諾を得るために家庭訪問をすることに。そして僕の家にはオールマイトが。はっきり申し上げます、イズクの親として雄英高校に息子は預けられません。雄英でなくてもヒーロー化はあります。ヴィラン襲撃の多さや僕がボロボロになる姿が原因だ。母の気持ちをないがしろにしてきた当然の帰結。でも見て、お母さん、オールマイト、合宿の時助けた子から手紙もらったんだ、ありがとうって。この手紙が、この子が僕をヒーローにしてくれた。雄英でなくたってどこだっていいよ、僕はヒーローになるから。君にとって雄英で学ぶということに大きな意義があると思っていた。しかし君はもうただ私の背を追うだけの人間ではない。ならば私はイズク少年が私の後継に、平和の象徴になるべき人間と思っております。イズク少年に私の全てを注がせてもらえないでしょうか。横に立ち共に歩んでいきたいと考えております。この命に変えても守り育てます。嫌です。だってあなたはイズクの生きがいなんです。命に変えないで、ちゃんと生きて守り育ててください。それを約束してくださるのなら私も折れましょう。約束します。憧れのヒーローからここまで行ってもらえるようになってたんだもんね。これがあなたにとって何よりも幸せなことなんだよね。イズクも分かってるね。絶対心配させない。夢のため、新生活し、新生活し、始めよう。8月中旬、僕は今日家を出る。遊泳敷地内、校舎から徒歩5分、ハイツアライアンス。ここが新しい僕の、いや僕らの家だ。とりあえず1年 A 組無事に集まれて何よりだ。さてこれから寮について軽く説明するが、その前に一つ大事な話だ。いいか、轟、霧島、緑谷、八百万、飯田、この5人はあの晩あの場所へ爆豪救出へ赴いた。その様子だと行くそぶりはみんなも把握していたわけだ。行った5人はもちろん、把握しながら止められなかった奴らも除籍処分に本来ならしてる。理由はどうあれ俺たちの信頼を裏切ったことには変わりない。しかしヴィラン連合の出方が読めない以上、遊泳から人を追い出すわけにはいかない。正規の手続きを踏み、正規の活躍をして信頼を取り戻してくれるとはありがたい。以上。さあ中に入るぞ、元気に行こう。除籍処分、信頼の裏切り、いや待って、
元気に行けないです。アホズラ来い。え、俺何、やだ、なぜ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。別のです。ボルテッキ、元気やろ。加減するぜ。やった、こっからだ。セウスよくね。充電満タン、ビビる。頼んでろ。いいや、放ってろ。よっと、クラッシュ沈んでろ。こんぐらい合わせろ。ほら、なんだよ、上がるわ。誰だ。飛んでろ。どうなって、待ってろ。なんで、クラッシュ沈んでろ。うわ、サイブレッツ、よそ見か。ビビってんじゃねえ。楽しませろ。エクセレント。ニューストーリー。うえ。うえ。か、雷？どうした、爆音？いつまでもしみったれられっと、こっちも気分悪いんだ。フリードフィン。あ、ダメ。うち、この雷、ズボン。ふん、いつもみてえにバカさらせ。シャバン、もう時には必要か。一等一クラス、右が女子棟、左が男子棟と分かれてる。ただし1階は共同スペースだ。食堂や風呂、洗濯などはここで。聞き間違いかな。風呂、洗濯が共同スペース、夢か。広きれい。ソファー。部屋割りはこちらで決めた通りだ。各自事前に送ってもらった荷物が部屋に入ってるから、とりあえず今日は部屋作ってろ。明日また今後の動きを説明する。あとミネタ、風呂と洗濯は男女別だ。お前いい加減にしとけよ。いや、経緯はあれだが、共同生活ってワクワクすんな。男子、部屋できた？あのね、今話しててね、提案なんだけど、お部屋披露大会しませんか？いいぜ、俺の部屋に来いよ。すげえの、見せてやんよ。部屋を決めるってことで、誰の部屋から見よっか。スルーすんじゃねえ。アシト、ちょっと表に出ろや。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。絶対に俺の部屋に来てもらうからな。なんで。ダーリャー、上
一度さんたちの部屋王を決めるという提案を断る間もなく、みんなが真っ先に向かったのは、それ僕の部屋！わあ、ダメダメ！あ、ちょっと待っ、ま、おお、オールマイトだらけ、オタク部屋だ、すごい！なんか楽しくなってきた、どんどん行こう！はいはい、お集まり。飯田くんの部屋はメガネすっごいある。霧島部屋は、あ、わからない、男子の気持ちがわからない。佐藤の部屋はちょうどシフォンケーキ焼いてる。うわー、え、常闇の部屋怖くない？剣とかあるけど何に使うの？うわ、トドロキは和室？ビビる。リフォームしたのこれ。青山は、ああ、うん、だよね。てか次うちじゃん、やだな、はずい。わお、これ全部弾けるの？ジロちゃんはザ・ロッキンガールだね。アシドさんの部屋はめっちゃかわいいよ。ヤオヨロズさんの部屋はと、家具が豪邸やないかい。アガクレ部屋、ブルスウルトラー、その他もろもろ、皆様きちんと見て回りましたでしょうか。では第1回部屋王暫定1位の発表です。得票数5票、圧倒的独走、単独首位を叩き出したその部屋は佐藤力道。ちなみに全て女子票、理由はケーキ美味しかっただそうです。てめえヒーロー志望が増愛してんじゃねえ、何にやけてんだこの野郎。よかった、みんないつも通りだ。お部屋披露大会始まるよ。ナンバーワンインテリ、あの時、お部屋披露大会始まるよ。ナンバーワンインテリアセンスは誰だ。部屋を、ねえ見て見て、僕のヒーローアカデミー、ワンズジャスティス2。